はい、どうも皆さん、こんにちは、こしあんです。はい、静まきやっていきましょう。またまた、新ごま使います。何を使おうかと思って、これですね、進化のヒプノス使います。特殊コブっていうことでね、コブでね、した後に、アタックが 1.5 倍になって、80% の特殊ダメージを与えるというような感じで、コンボが、70% 以下でアタック 1.8 倍っていうような感じですね。まあ、コンボは、まあまあ、1.8 倍出るのは強いんですけど、まあ、70% 以下にしないといけないっていうのがね、ちょっとっていう、まあ、序盤に使えないっていうような感じで、まあ、特殊は、いいですね、スキルの特殊コブは。1.5 倍にしたと 80% で、まあ、火力は、メインよりは下なんですけど、ちゃんとコブしてくれるっていうのとね、アタックがね、1097。まあ、プラス振ると、1102っていうことでね、ほぼほぼロックしたっていうね、ロックしたっていうか、下から2番目。シェムケリーよりかは高いけど、コロネとかよりかは低いと。プラスマックスまで行ってもコロネより下ですね。っていうことで、ロックから出してくれるっていうことで、相手にロックされたら、ヒプノスが出るっていうような感じの、性能ですね。まあ、ヒプノスの使えるところって言ったらそんな感じじゃないですか。ロック耐性があるっていうような感じで。まあ、あとはね、まあ、いつも通り祭り場入れて。A 枠はこんな感じですね。ほんと。そうそう。ほんとはね、ラニコンゴ、今日はラニコンゴでやるんですけど、ほんとはコンゴフィリア作れてたと思ったんですよ、僕。コンゴフィリア作れるって思って、パーって進化させようとしたんですよ。あれですよ。混合守護者は2体作ったんですよ。なんと、フェリアが足りなーい。僕、もうここ3ヶ月ぐらいずっと白のとフェリアの回飛ばしてね、怠けてたんですよ。足りませんでした。フェリアがあと1体足りません。だから作れません。なんで、このミストラルフェリアは、白の塔が来た時に、ちゃんとフェリア取って作りたいと思います。ということで、今日はこのラニコンゴでやりたいと思います。しょうがないですね。まあ、ただね、ロック下は、8枚と。まあ、どうにかなるでしょう。これね、コンゴフェリアにするとね、10枚になってくれるんですけど、ランタイ下が。まあ、しょうがないですね。これでやりましょう。ってことで今日も楽しんでおせるにやっていきましょう。いきまーす。はーい、対戦よろしくお願いします。ワオ、新ゴマ対決。相手はリーダーのハールとマールトですね。強い。強いけど、まあ、さよならエンデガでしょ、こんな。はい。初手に松井は打てんて。ただ、ダブフローラの松井はもう犯罪級に強いんでね。ただ、相手にこれはね、リズィーナ。いた。これやべえ。うわ、バハ来た。いや、もう、いや、こうか。痛い。このダメージ食らうの痛いけど、まあ、しょうがない。さあ、ハールート、マールートが何で来るか。食毒かな、これで撃つんだったら。食毒の方でしたね。何パーだっけ、これ。18% か。まあまあ。まあ、祭りがあるんでね。どうにかなる。お、いいですね、ターレア。ターレアちゃん撃ちたいと思います。デバフされてるのに、この火力。頭おかしいんじゃないかってくれてますね。まあなあ。どうしようかな、これ。バハ打ちたくないけど、バハ打つか。クラリか。いやクラリでいいですか、これ。はい。待って待って待って。それ何？その駒何ですか？発動しないんですけど。このクラリで発動しないってどういうこと？一枚返しのやつ、レニアルでもないでしょ。何？なんじゃその駒はなんじゃまあわからないんでね、無視ですね。おお、これなんだ、ブルピア。これカップ戦の駒かなんかですよね。まあ、そんなん知らないですよね。バハムーとかいるんでバハムと打ちまーす。はぁ、力の方向強なんだろう、この、ヒプノスじゃなくてもいい感。やっぱ祭りとバハなのか。痛すぎ。まあ、ただね、しっかりとシェムクリでカットして、
グエリアスで飛ぶんじゃないか、これ。グエリアスの2倍でいけちゃうんじゃないですか、これ。もうね、ビナのね、半分カットじゃね、耐えられませんよと。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ラニ対決。いきましょう。ターリアからかな。もう、このターリア、いいんですよ。やっぱりね、初手から打てる 1.7 倍。これが強いんだ。まあ、ヒプノスが来てほしいんですけど、動画的にヒプノスが来てほしい、僕は。ただね、そんな簡単に来ないと思うんで、ブラダマンテツンよ。クラリッチェ、クラリッチェか。普通に行きますか。さあ、こっからどうしよう。シェムケリー置くか。祭りだなぁ。祭り起きて。相手も多分祭り持ってっかなぁ。ブラジか。いや、普通にブラジ持つんよいっす。やばいっす。ユンジェ。ユンジェ。ユンジェか。非常にやばいですね。どうしたらいいんだ？祭りも引きたいし。てか S5 番をください。それ何？うわ、バハだ。繋いでいいですか？危な。危な、アゲハかよ。くっそ危な。焦る。めちゃくちゃ焦る。どうしよう。集合者。いや、吸収つら。吸収つらいんご。どうしよう。まあ、攻撃だな、こんな。てか、全然来ないんですけど。ヒプノスくん、全然来ないんですけど。どうしちゃったんだよ。どうだろう、12000。あ、デガだ。デガが来ちまった。デガウト。5200。次飛ばせねー。飛ばせないんじゃよー。どうしよう。どうしよう、どうしよう。もしもーし、ヒプノスくん、もしもーし、手ごまに来てください。おねしゃすー。僕の手ごまにヒプノスくん来てー。さあ、ここここ。ランタイ。ランタイかい。フェイ。あれー、ヒプノス使いねー、こねー。バー1枚で買っちゃったよ。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。わー、神ターン。僕のデッキヒプノス入ってます？僕のデッキヒプノス入ってるかな？なんか入れてる気がするんだけどな。なんか全然来てくれないですね。ということやね。バハは来る。まあ、祭りも一回来てくれた。ヒプノスが一回も来てくれません。いた。ジークフリート。いいですね。はあ、ブラジー？まあ、取られてもしょうがないかなっていう気分でいきますか。まあ、シェムケリーがいるんで、僕には。最悪。グエリ取ってくれるのが一番いいんですけどね。まあ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 。まあいいですよ。それならまだいい。はい。来た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 ！まあ、こうですね。まあ、ただね、相手にね、相手ね、神田なんで。まあ、あれがないんですよね。ロックはない。ただ、デバフがあるかもしれない。ウンディネっていう。全然ないわ。いや、こっちだな。ベルグレーってコンプ弱いわ。ひえー、どうしよう、これ。次、ヒプノスかな。あー、出た、ミューズー。出たよ、ミューズ。ダメだ。てか、全然削れねえ。ミューズ強すぎ。
あー、オーラも引いちゃった。もう、神ちゃんダメだって、これ。神ちゃん。もう、ダメでしょ、これ。神ちゃん火力おかしいって。頭いかれてるって。これは許してくださいよ、世間が。え、それで飛ぶ？危な。危ないけど、いや、ヒュプノスで飛ぶこれ。飛ばないでしょ、これ。1万は。絶対無理だって。行くか？行ったー！ヒュプノスくん強ー！強かったー！はーい、対戦ありがとうございます。はーい、対戦よろしくお願いします。うわー、コンゴフェリアだー。僕が作りたいコンゴフェリアだー。欲しいよー。ヒプノス打ちますか？初手ヒプノスだな、こんな。打つものがない。コロネは後に打ちたいし。で、今後でしょ？相手今後ですもんね。うわぁ、それ X 来る気がするんですけど。ねえ、それ X 来るでしょ。ちょ、コロネ X 行きますわ、これ。なんか。このブランジェッタを初手に置かれるということはね、なんかすっごく X に来る気がしてね、打ちたくなるんですよ、こっちに。真理です、真理。まあ、ほら、絶対これ、絶対これ、ま、わ、強っ。いけー、行ってこーい。祭り行ってこーい。繋げたい、くっそ繋げたいけど、竜ゴマが来れば繋げますか。あと罠じゃなければ。守護者。まあ、バハが来たら繋ぐんですけど、どうでしょう。ターリャか。ありだな。行ってこい。はい、ダメージ。1万。まあ、これで。よし、OK。危ねえ。X にいたら絶対やられてるって、こんな。いや、ヒプノスもなんだかんだで火力出ますね。あの、1.5 倍してくれるんで、なんだかんだで祭りと繋げた時にいい火力が出してくれました。まあ、あとはこれで終わりですね。あ、強い祭り！はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。わー、セクメイトだー。きちー。先行じゃないのかーい。毎回ダブルオーラしてる気がするんですけど。はい、初手セクメと、きつい。何乗ろうな、何乗ろうな、何乗ろうじゃー！シムキリだな。なんで何乗ろうの？やめてよ、セクメと強いって。あー、石引いちゃった。やべっぞ。まだ奇境姫だからいいよ。はい、はい、コロネ呪ってください。コロネ、コロネ、コロネ。絶対コロネ呪ってよ。ね、ね。お願いしますよ。コロネ、コロネ。はい、コロネー。ターリアか。じゃあターリアウト。じゃあターリアウト。無理です。許容できません。まあ、ただお相手がな、ここからどう攻めてくるからな。2ターンでこんだけ削れるんですよ、セックメトは。セックメトの、強すぎだって、セックメト。お、来た。ヒプノスくん。これいいんじゃないですか？いやー、これ X 行ってロックで囲ってほしい。マジでロックで囲われたらめちゃくちゃ強いですよ、これ。もうシェムキリ出してるんでね。ロックロックロック、ロックロックロック、ロックロック。かっこいいロック、来い！あー、かっこいいじゃないけどね。このロックいいんじゃないですか。強いっすよ。何が出るんですか？はい、そう、ヒプノスくん。火力はまあまあ。本当にまあまあな火力だな。ここからどう攻めるか。どうしよう。いや、囲ってきてほしかったな、まあ、ベルグレで弱いんだよな。うわ、強。ハールと回ると強。でも2244か。あ、そっか。キャラゴマ依存か。そうでもないっすね。そう思うと。まあ、ただね、これはね、取らなくちゃいけない。
さあ、あとアタッカー引くだけですね。マンドラとかが来たら終わり。終わ終わり。サタンでも耐えるんじゃないかな、3枚だし。いや、でも愛し引いてるからな、アタッカー高いんだよな。おー、ロックは効いてない。もうロックは強いって。あー、終わったー。終わった。どっちだどっちだ、アタック低いのどっちだ。うわー、ベルグレーテだー。ダメだー。終わった、ダブルロックは効いてないよー。くそー。まあ、これはしょうがないですね。安定な負けパターン。安心と安全な負けパターンですよ、ダブルロックは。もうしょうがない、これは。ベルグレーで持ってたのが悪い。クラリーチェとか引けてなかった僕が悪い。まあ、ここからはちょっとこの試合だけ後取りですね。なんかものすごい雑音が入ってたんで、まあしょうがない。後取りにするしかねえっていうことで BGM を変えて、お送りしております。初手ターリアですね。引きはね、すこぶるいいんですよ。で、相手もあれで、ヒプノスですからね。ヒプノスリーダー多い。なんか、なんだかんだヒプノス、10日ヒプノスをリーダーにするね、ルインをする人増えましたね。まあ、最初のうちだけなのか、それともこれからもどんどん使われていくのか、新リーダーって感じですからね。まあヒプノス置かれるんですよ、ルインと。デバフ 15% ですけど、まあ、祭りをね、なんか最大限に活かしたいんで、もうここでね、ヒプノス打ちます。しっかりとね、コブで回復して、この火力と、はい、強い7400。2枚返してこれだけ出てくれればね、いいでしょ、デバフされてる中で。さあ、あとはこのね、どうするかと。5ターン、長いんですよね。5ターン、5000入って15%を5ターン。なんだかんだで強いと思いますよ、やってることは。はい。ベルグレーで打ちますか。そう。で、どうしようって感じですね、こっから。ずっと悩んでおります。これね、トゥールラなんですよ。トゥールラツインヨなんですよね。どんどん HP が回復されるホーリーで。イオンに行こうと思ったんですけど、ドセックスに来られるだけなんで、もうここはね、苦渋の決断でトゥールラに当てます。まあ、ここでも S ゴマが飛んできたらね、アボンですね。メルティシアでよかった。ただここでね、ゴリゴリに食らうんですけどね。まあまだどうにか立て直せるでしょうと思ったら、相手の回復量おかしくない？デバフされながらここまで回復されると辛いですね。まあ、ただ、僕には祭りが置いてあるんで、それでどうにかして、まあ、最後はバッハでどうにかしたいですね。というね、願望。まあただね、そう簡単にはね、S ゴマ3枚揃わないですから、最後の1枚バッハはね、眠ってるでしょう。と。相手がカード取ってきてくれたんでね、これはね、まだね、勝ち筋が見えてきましたね。まあ、ここにエンデが置いて、とりあえず、1000のコンボも食らいたくないんで、コンボは消しときます。で、ここから、相手が、あれですね、来るのが、確かね、E2 に、あれが来るんですよ。なんだっけ。あ、そう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 。キーママンが来るんですね。まあ、このカットも痛いんですけど、ここでようやっとヒプノスが消えて、祭りのバフも加わってからのグエリアスとブラダマンテと、はい、このブラダマンテ火力がえげちいですからね。やっぱり強い。はい、最強ですね、今後。はい、大勢ありがとうございました。はい、対戦終わりました。ヒプノス使っていきました。まあ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 って感じですね。弱くはない。まあ、特別強いわけでもないですけど。楽しい駒ですよ。やっぱ特殊コブ、新しい駒なんでね。使ってて楽しい。ヒプノスくんはね。まあただね、80% の特殊ダメージですからね。これが 100% だったら、まあぶっ壊れすぎか。100% じゃぶっ壊れか。まあ、要はね、祭りバハが強いんで、このヒプノスの枠をね、何にするか。まあ、アタック補正だったら、ヒプノスでもいいだろう、でしょうし。まあ、アタックを上げるんだったら、竜駒のメイ、ですし、もう補正だったら、まあ、トゥールラでもいいかもしれないですしね。まあ、そこら辺はね、いろいろ改造の余地がありますね。楽しいですね。
まあ今回僕的にはね、やっぱり当たりはね、ヒプノスでしょ。10日のヒプノスのルインなんだかんだで強いですし。あのデッキもね。まあ入ってる駒が強いんですけどね、10日のルインは。ルインじゃなくてヒプノスは。だって絶対トゥールラ、キンマモもみんな絶対入るでしょ。神駒10枚だけど。うん。まあということでね、まあ10日の話をしてもね、今日使ったのは進化なんで、進化もなんだかんだで強いです。使います。はい。やれれば6から出ますしね。あんまり今回の対戦6から出るってことはなかったですけど。まあ、使っていればいつか出てくれるんですよ。ねえ。まあ、そういう感じで、今回はこのくらいで終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。